民主社会党、左翼党民主社会党は、ドイツ連邦共和国及びドイツ民主共和国、旧東ドイツに存在した社会主義政党、現在の左翼党の前身となる政党の一つ。なお、左翼党民主社会党というのは、最終的な透明で、党が存在した17年間の大半においては、透明は民主社会党だった。前身は、 統一前の東ドイツの独裁政党だったドイツ、社会主義統一党。ベルリンの壁崩壊に象徴される、東ドイツの民主化運動が盛んだった1989年12月16日に、SED は社会主義統一民主社会党と解消。同時に、公領から独裁職を払拭した。解明当時の初代党議長、党首はグレゴール議事。 さらに東ドイツ発の自由選挙を前に1990年2月4日に、党名を民主社会党、民主、社会主義党、民主的社会主義党とも訳されると、再び変更。ドイツ統一までに、計2回、党名を変更していた。この間、ハンスモドロー首相の政権を支えた。1990年3月18日に行われた、東ドイツの自由選挙では、 議事投資を先頭に16.1%の得票を得て400議席中66議席を獲得したが、ドイツキリスト教民主同盟が第一党となりロタール、デメジエールが首となった連立政権に参加できず、東ドイツ建国以来初めて野党に転落することとなり、急速なドイツ再統一の波にブレーキをかけることができなかった。さらに再統一後に、 東ドイツ人民議会のメンバーを加えた暫定的な連邦議会では PDS に対してシュタージ東ドイツ国家保安省疑惑が持ち上がるなど苦しい立場に置かれ続くドイツ統一後の1990年ドイツ連邦議会選挙初の東西両ドイツ統一総選挙では当初は PDS は全ドイツのレベルでは5%ラインに及ばず議席を失うことが 確実視されていた。しかし選挙前に、連邦憲法裁判所の判断を経て、この選挙一度に限って、旧西ドイツと旧東ドイツでは、それぞれ別々に5%ラインを適用することとなり、1990年12月2日に行われた総選挙において PD は全ドイツでは2.4%にとどまったものの、旧東ドイツでのみ5%を突破し、過労じて、 ドイツ連邦議会に17議席を確保することとなった。1990年から2007年、回答、左翼党に合流までの連邦レベル並びに、各州レベル選挙での得票率は、右の表を参照統一後は、SED 時代には230万を数えた、党員数が激減。1九十一年までには九割以上が離党し、党員数十七万に落ち込むなど、 党消滅の危機も囁ささかれたが、経済不振にあえぐ旧東ドイツ地域住民の不満を代する形で、まず旧東ドイツ地域の各州議会や地方自治体議会から少なからず、議席を獲得していった。もっとも、党員数はその後も減少を続けた。 1994年6月12日に行われた欧州議会選挙のドイツ選挙区では4.7%を獲得し5%ラインによって議席を獲得できなかったものの連邦レベルでヘルムート・コール政権の与党第二党ながら同じく気を失った自由民主党 FDP を上回る成績を上げた。なお、西側でも SED の優等であったドイツ共産党やの党員の多くを受け入れている。ただし、前者は現在も存続。そして、全ドイツのレベルで5%ラインが適用される1994年、ドイツ連邦議会選挙においては、グレゴール議事や新党首のロタールビスキーのほか旧、東ドイツ反対性活動家のステファンハイム、元ドイツ民主の民党党首で、 東ドイツ人民議会議長だったギュンター・マロイダ、クリスタルフと、元東ドイツ経済省など知名度の高い候補者を擁立し、10月16日の投開票において、得票は4.4%にとどまったものの、旧東ドイツに強い地盤を有する PDS は特に、ベルリンの小選挙区に選挙運動を集中させて、小選挙区から4名を当選させ、ほぼ倍増の30議席を獲得した。 続く1998年9月27日に行われた連邦議会選挙においては、デアハルト・シュレーダーがドイツ社会民主党、SPD と同盟90、緑の党による連立政権を樹立し、ドイツの首相となる中、PDS も得票を伸ばし5.1%となり、念願の5%ライン突破を実現した36議席。また同日に行われた、 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州議会選挙の結果、州レベルでは初めて、ドイツ社会民主党、SPD と連立政権を樹立し、州の与党となった。この勢いを買って、1999年6月13日に実施された欧州議会選挙のドイツ選挙区でも5.8%を、得票し5%ラインを突破。 旧東ドイツ首相のハンスモドローを先頭に初めて6名の欧州議会議員を送るととなった。欧州議会では院内会派、欧州統一左派、北方緑の左派同盟に加わった。2001年にはベルリン、州と同格で SPD のクラウス・ボーベライト市長を主犯とする SPD-PDS 連立内閣に参加。州レベルで与党入りする実績を得た。 グレゴールイジが入閣したが、公務で使った旅客機のマイレージサービスを使有したとして批判され、2002年7月にすべての公務を辞職してしまった。この直後の2002年9月22日の連邦議会議員選挙では、デアハルト・シュレーダー政権が継続することの是非が問題となって、社会民主党、SPD と保守政党、ドイツキリスト教民主同盟、 セティのイダで接戦となったため、これまで PDS に票を投じてきた有権者のうち一部が、よりマシな選択として、社会民主党に票を投じる傾向が生じた。前述した議事のマイレージスキャンダルも大きなマイナスとなった。この煽りを受けて、PDS は五パーセントラインを割り込んで、大交代し、連邦議会の議席は一旦は二名に落ち込んだが、その後も、旧東ドイツの衆議会レベルでは、 第2党になっている州も多いなど、根強い指示を受けていた。2003年の党大会では、新しい綱領を採択。その中で、かつて共産主義の名において行われた犯罪と、正面から対決し、独裁によって、進歩を達成しようとする試みは拒否する。SED はソ連への忠誠固執し、社会主義を民主主義や自由に結びつける能力もなく、 その路線は意見の異なる人間の迫害など、文明への犯罪であったと、自己批判を行った。2004年には、欧州議会選を睨んで、欧州左翼党が結成され、PDS もこれに参加して、中軸政党の一つとなる中、同年6月13日に行われた、欧州議会選挙のドイツ選挙区では6.1%の、得票で7議席を獲得した。 選挙後は既存する欧州議会の院内会派としての欧州統一左派、北方緑の左派同盟を欧州左翼党や欧州各国のその他の左翼政党を加えて改めて形成、継続した。このように党内議論を深めていた PDS だったが、右の表を見てもわかるように旧東ドイツ地域においては20%を上回る得票を集める。 第二党にまで進出することが多かったものの、旧西ドイツ地域においてはわずか1から2%の得票で終わって、すべての州で議席獲得に失敗しており、旧東ドイツの地域政党としての様相を呈していた。これに転機が訪れたのが2005年であった。9月18日に行われた連邦議会選挙に際しては、新たに オスカーラ・フォンテーヌラドイツ社会民主党の最左派が結成した労働と社会的構成のための戦オルタナティブ、ワスグと政党連合、左翼党を結成して臨み、選挙前の2005年7月17日に民主社会党は左翼党民主社会党と3度目の解消をした8.7%の得票を得て議席獲得に必要な5%の枠を突破。 54議席を獲得し、うち p d s 4 2ワスグ12事実上、議会第4党争党の獲得議席規模に躍り出ることに成功した。その後、p d s のグレゴール議事とワスグのオスカー・ラ・フォンテーヌが、お互いの政党に入党し20党席となるなど、約2年間の統合プロセスを経て2007年6月17日に、正式に左翼党民主社会党と WSG の 両党は合併し、単一政党としての新党、左翼党を発足させた。なお、新党の結成直前には、政党連合として、ブレーメン衆議会選挙で、初めて議席を獲得したが、本格的な旧西ドイツ地域への進出は、左翼党の結成後まで待つこととなった。民主社会党はドイツ社会主義統一党、SED 時代のスターリン主義的。 独裁的なマルクスレーニン主義や前衛党的な組織論は放棄主義改正民主主義に基づく政党となったものの他の東欧諸国における多くの旧共産党とは異なってマルクス主義や共産主義を完全に放棄したわけではなく透明においても民主主義的な社会主義を意味する民主社会主義を掲げていた一部ではこの路線はユーロコミュニズムに近いものと見られていた 党を革命後に他国の旧共産党の主流が完全な共産主義の放棄によって中道左派的な社会民主主義政党への路線転換を進め社会主義インターナショナルや欧州社会党などに参加していく中こうした左翼路線の維持は際立っていたがドイツの場合はすでに社会民主党 SPD が存在したため中道左派の社会民主主義政党への転換は難しく 独自に民主主義的な社会主義像を模索する必要があったのである。とはいえ、こうした新しい社会主義の路線を修正主義史し、旧 SED の路線を引き継ぐとする協情的かつスターリン主義的な共産主義プラットフォームも存在した。同グループは左翼党に合流後も派閥として存在し、旧東ドイツ、旧 SED の全体主義的な価値観を引き継ぐ団体として現在も連邦憲法擁護庁の監視対象となっている。民主社会党は権威主義的だった SED 時代から一転して人権やマイノリティへの施策に熱心となり移民への社会福祉や同性婚の合法化にも取り組んだ。一例として1999年から2009年まで民主社会党、 後左翼党に移行の欧州議会議員として活動したクルド人移民出身のフレクナスーカはイラクで自由選挙が行われた2005年までは世で唯一のヤズディ教徒の政治家だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。